皆さんこんにちは、さくらです。私には2歳と4歳の子供たちがいます。転勤族の我が家は札幌での初めての冬を楽しんでいます。今回私たちがやってきたのは札幌の有名観光スポット羊ヶ丘展望台です。夏は大行列のクラーク博士の像も、冬はすぐに写真を撮ることができました。実はこの羊ヶ丘展望台、冬は大人も子供も楽しめるスノーパークになるので、とってもおすすめなので、ぜひ最後までご覧ください。まずやってきたのはそり滑りができる雪の丘です。4歳の娘は楽しくて一人で何回も滑りに行きました。2歳の息子も母親の私と一緒に楽しく滑ることができました。数種類のそりから選ぶことができます。なんとここでは歩くスキーも体験できます。さて次にやってきたのは裏庭のようなスペースです。夏はこのようにとても気持ちよくストライダーで遊ぶことができる広い広場に大きな雪のスライダーができていました。まずはこのチューブを借ります。子供用の小さいのもあるので、4歳の娘も一人で滑ることができます。やるね。丘を登って出発です。チューブがかなり安定していて、4歳の娘はもちろん、2歳の息子も、そして母親の私もかなり楽しむことができました。この日は平日ということもあり、空いていたので何回も滑ることができました。ここにはかまくらもあって、子どもたちはもちろん私も人生初のかまくらを体験できました。かまくらの出入り口はかなり滑りやすくなっているので気をつけてください。一人ずつしか行っていないから冬版ストライダーもあります。なんとタイヤの下にスキー板がついていて、雪の上でも乗ることができます。ファンスキーもできます。頑張れ。クラーク博士周辺に戻ると、かわいい雪だるまを作れるゾーンに来ました。型を使ってきれいな球体を作ります。そしてマフラーなどで可愛く飾り付けをしてあげます。続いてこれはワカサギ釣りではありません。ワカサギ釣り風の写真が撮れるフォトスポットです。誰がどう見てもワカサギ釣りをしている風の写真が撮れます。ところどころで滑るので注意してください。雪の的当てもあります。これはかなり難しそうでした。羊ヶ丘ということで、羊さんはというと羊さんのお家でのんびりしていました。以上、すべてのことが入場料金大人530円、小中学生300円でできるのです。そして、なんと年間パスポートは1人1000円なのです。1年間に2回以上来れば元が取れるので超お得です。貴重な雪遊び体験をたくさんできて、子どもたちも私もとても満足でした。羊ヶ丘展望台は冬もとっても楽しいので、ぜひ足を運んでみてください。札幌近郊の遊びスポットを中心に動画を作成しています。
よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。